福岡、九州を野球で元気にしていこうと、福岡トヨタ自動車は今日、社会人野球チームを発足したと発表しました。元ホークスの森脇博さんがゼネラルマネージャーに就任します。福岡の街、九州を元気にしていきたいと考えております。今日発足したのは福岡トヨタ硬式野球クラブ FT サンダースです。ボールサンダースから始めていこうという決意が名前に込められています。チームでは高校、大学卒業後に野球をしたくてもできない人たちの受け皿にもなりたいとしています。ゼネラルマネージャーに就任したのは福岡ソフトバンクホークスのコーチやオリックスバファローズの監督も務めた森脇博さんです。皆さんから愛されるそういうチームを作っていくことができればなと。今後は社内で選手を募集し練習環境を整えていくとしています。